皆さん今週もお疲れ様でした。貴重な週末にこちらの動画を見ていただいてありがとうございます。実は一つご報告がありまして、私はこの7月からハーバード大学のケネディスクールに進学しております。実はもう今週からどんどん授業始まっているんですけれども、ケネディスクールというのはハーバード大学の中でも公共政策とか政治行政、国際関係、こういった分野をねご専門に学ぶ大学院なんですけれども、この、YouTube シェリーの週末講座でもね、私がこうハーバードで学んだことだったりとか、もっと広くこうアメリカで議論されているようなことについてもちょっとずつねシェアできればなというふうに思っております。で、今日はその初日の授業でディスカッションしたようなことを少しちょっとシェアしたいなと思います。で、授業のテーマ自体は民主主義の構築と運営というかなりお堅い内容だったんですけれども、その中で意見の相違が発生した時にどういうふうに対応するのかっていうような議論があったので、ちょっとそちらの話をシェアしたいなと思います。特にですね、この近年ソーシャルメディアの発展につれてですね、私たちっていうのはこう自分が好きな情報とかコンテンツばかりにこう触れる機会が多くなっていると。で、その結果意見の違うものとか自分の好みではないものに対してこう拒絶反応を示してしまうことがこうどんどん増えていくと。で、結果よりこう社会の分断が進んでしまうという現象が一般的に起きていると。で、身近なところだとなんかインスタグラムなんかではこう自分がいいねしたような似ているようなコンテンツばっかりがこうどんどんフィードに流れてきたりとか、YouTube とか Netflix なんかでもこう自分が好きな動画に似たようなものがどん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 おすすめされると。で、このように自分が心地のいいものだけにこう触れる機会が増えて、逆に違う意見とか違う考え方に対してこう拒絶反応を示してしまうと。で、例えばですね、その結果こうなんかミュート機能っていうのが、あると思うんですけれども、これがそのすごく顕著な例で、こう自分が見たくないものに対して本当に蓋をしてしまうと、触れなくしてしまうというようなことも実際どんどん進んでいると。で、これアメリカの場合は特にこう政治的な二極化っていうのが進んでいるっていうのは有名な話ではあると思うんですけれども、例えばトランプ元大統領を擁するこう共和党の支持者の方なんかはこう FOX ニュースというですね、新共和党のメディアをこう好んで主張すると。で、反対にこうバイデン大統領側の民主党の支持者はこう別のメディアで新民主党のこう CNN とかそういったニュースメディアを見る傾向にあると。で、実際これ私も体感して、共和党の支持者が多い州のホテルに泊まってると、そこでこうホテルのテレビを見るとFOXがもうずっと流れてるんですね。で、逆にこう民主党の支持者の方が多いようなエリアのホテルなんかだと、テレビをCNN とかそういったものに設定されているということで、こんなに分断が進んでるんだなみたいな、こう日本ではあんまり感じられないようなものがちょっとすごく面白いなと思ったんですけれども、で、これによってこう何が起きているかというと、こうお互いのねが全く違うメディアの情報とか、ソースを元にこう意思決定したりとかするので、で、またねここお互いの歩み寄りとかもあんまりなかったりするの で、これで社会の分断が進んでいくと。で、その結果、こう社会全体を見た時に行政とか、政策の運営に支障をきたすようなリスクが出てくると。で、授業ではねこういった状況で、どういうふうにこう意見の相違に対応していくかっていうのを、ディスカッションするんですけれども、国レベルの分断はなかなか、取り扱いが難しいので、今日はこの動画では、皆さんがもうこの瞬間から使えるような、今日からすぐに使っていただけるようなマインドセット、スキルみたいなことをお伝えしたいなと思います。まず意見の相違に直面した時に一つとしてはこう自分の成長の機会としてこうポジティブに捉えるということを一つやっていただきたいなと思います。で、どういうことかというと、意見が対立した時に無理に論破しようとしたりとか、実は自分の意見に固執してしまったりとか、そういう方向性ではなくて、
一歩引いて自分の主張のどこに弱点があるのかっていうのを見直してみると、例えばロジックに飛躍があるのか、根拠が弱いのか、あるいはこう伝え方が悪いのか、そういったところを振り返ってみて、その上でもう一段自分のレベルアップをするというようなまあイメージですね。でこのアプローチっていうのは、このポジティブなこう関心の矢印を自分に向けて内省していくというアプローチで、もう一つのアプローチはこの関心をこう相手に向けると。でまずは相手の話を遮らずに、ジャッジせずに、こう黙って最後まで聞く。なかなかできないんですけれども、これをやってみると。でその上で相手がこう自分の知らない知識とか事実を知ってたりする可能性もあるので、そういうことにこう気づいてみる、意識を向けてみるというのをやってみる。でそうすると自分が実は知らなかったあの世界というのが見えてくるので、こう自分の視野を広げる成長の機会にすると。これがこう意見の相違に直面した時に自分自身の機会としてこうポジティブに捉えていくというようなアプローチです。ただ、まあ、場合によってはね、こうどこまで行ってもこう平行線でなかなかね折り合いがつかないということもあると思います。でそんな時は別に無理に論破しようとしたりとか自分のこう意見を変える必要はなくって、まずはまあお互い違うよねっていうこの相違を受け入れると。でただここで終わってしまうのではなくって、その上で一つやっていただきたいのが、何か一つでもいいのでこう共通の部分を見つけるということですね、例えば、まあ、コロナ禍、まあ、始まった当初ですね、こうワクチン接種に関するあの意見っていうのが分かれた時期っていうのがあったと思うんですけれども、例えばこう自分の子供にワクチンを打たせるか打たせないかっていうのでね、意見が分かれてっていうケースもあったと思います。でそれぞれのねパパとかママがこう自分なりのリサーチを行って、リスクとか効果とかその長期的な、ね、影響を考慮して、あの子供に打つべきか打たないべきかっていうのを意思決定してると思うの で、 でそうするとね、こう簡単に意見が変わるっていうこともないと思いますし、逆にねこう何度も何度も思考を重ねてるからこそ、こう自分の意思決定を強く信じてしまうあまりに、相手にこう厳しく対応してしまうということも起きると。でこんな時にそのやっていただきたいのが、この根底にあるお互いの共通の部分っていうのを見つけるということなんですね。で例えばこのコロナのケースだと、お互いね、まあ、打つ派打たない派どっちもあると思うんですけれども、お互いその根底には自分の子供の健康を守りたい、子供の幸せを一番に考えるという、まあ、そういった共通の思いがあると思うんですね。なのでこう最終的な意思決定っていうのは異なっても、この根底の部分でこう共通する部分があるよねっていうのを共通認識が持てれば、まあ、意見は異なってもこう分断になってしまうことはなく、良好な関係性を維持することができるんじゃないかなというお話でした。なのでこう次ね、こう自分あの意見の相違に直面した時に、ぜひね自分自身のこう成長のチャンスだというふうに捉えて、なんかねこう一歩引いて自分を見つめ直す機会にしていただきたいなと思います。またねこう私自身もこうハーバードで学んだことをね皆さんにシェアできればと思いますので、なんかこんなことが聞きたいよみたいなのがあれば、ぜひコメント欄等でですね教えていただけるとすごく嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。お疲れ様でした。